おはようございます。おはようございます。ハレリア、はい、タイさん、おはようございます。7月16日、朝の電動放送です。まいちゃん、ハレリア。もうかさん、ハレリア。今日もですね、ちょっと小雨が降ってます。そういうわけで今日も教会でやります。はい、太陽さん、はい、おはようございます。シャロン、シャロン。はい、ゆうのさん、はい、太陽さん言いましたね。はい、昨日はですね、プロライフの、マーチ、私たちはマーチフォアライフと言います。アンリビさん、おはようございます。プロライフマーチ、マーチフォアライフの、デモに参加し、また配信をしました。皆さんいかがだったでしょうか。健吾さん、はい、皆さん 見られた方ちょっと感想を聞かせてください。マーチフォアライフの、感想、どう思われたか、ね、はい。ハンナさん、おはようございます。スタートマーチフォアライフの感想ですね。スタート。アルキさん、昨日のね、4時半ぐらいですね。4時半ぐらい。今日も元気ですか。はい、元気です。ユウさん、おはようございます。見た方はいらっしゃると思うんですが、勉強になりました。アイポンさん、おはようございます。サミヤさん、おはようございます。 YouTube、 あ、まだ、ごめんなさい、まだね、 YouTube アップしてないんです、ごめんなさい。午前中にアップできると思います。リュウさん、おはようございます。メロディーさん、おはようございます。牧師がデモに参加しているように見えませんでした。デモを配信している配信者に見えました。まあ両方ですね、両方です。デモに参加もしていますし、またそれをデモを配信もしてます。両方ですね。岩沢さんの簡潔で熱心な話し方はとてもクリスチャンになって1年に見えませんでした。いや、岩沢さんは1年ではなくてね、34年ですね。信仰を持って34年だと思います。はい、そうですね。プロライフはですね、まあ、40年ぐらい、やってます。しかし、まあ、マーチのデモはですね、4回ぐらいですかね、4回か5回ぐらいだと思います。何に反対するデモですか。そうですね、中絶に反対するデモですね。中絶に反対する、つまりですね、まあ世の中では、あ、これ持ってきましたけどね、中絶やめよう、ストップアボーションナウ、まあ今現在は中絶はだいぶ日本では減ってきて、
1日に500人ぐらいの赤ちゃんが殺されてます。納豆さんおはようございます。しかし、日本ではですね、その、まだまだ、なんでしょうかね、1日500人ですからね、すごく数としては多いわけですね。まあ少なければいいということではありません。少なくても一人でも、一人の命でも大事です。タイさん、昨日障害者を悪く言うコメントを書く方がいて、私はその方を憎んでしまいました。夜中に悔い改めてその方に罪のかからないように祈りました。命の選択の問題で、そこから差別の問題を生むことに深い憂慮を持ったところです。そうですね、その障害者とかですね、マイノリティに、まあ、差別をする、悪意を持つ、これがですね、結局罪の本質ですね。この命を考えるという今日のタイトルは、昨日もちょっと話しましたように、そのとても大事な罪の本質を、考えることができます。ぼっちさん、中絶に反対する人、する日本人は少ないということが分かった。信仰のない方もね、中絶は良くない、中絶は良くないっていう人も結構いますね。ところがやっぱり少数ですね。仕方、大抵の人は仕方ないじゃないか、ね、場合によってはしょうがないじゃないかと、そのケースバイケースだということです、ね、ケースバイケース。文科さん、どんな命も尊く、中絶は絶対にしてほしくないと思いました。霊的な戦いでもあると思いました。その通りですね、プロライフは神様は喜び祝福していると感じました。ですね、結局命というのはケースバイケースというのはおかしいということですね。ある時は、まあ、赤ちゃんもね、普通はですね、結婚してたら、まあ、赤ちゃんは喜ぶじゃないですか。ああ、子供ができた。子供を授かった。本当に、ね、尊い子供が与えられたと思って。本来は赤ちゃんは喜ばれるものですよね。本来は、ああ、本当に、赤ちゃんが、ね、生まれた。赤ちゃんが生きている、ね、本来は赤ちゃんは喜ばれるべきじゃないですか。ところが、まあ、結婚していないで、生まれた。そしてまた結婚してても、何人目かが生まれた。いや、今ちょっと困る、赤ちゃんがいて困る、だから、赤ちゃんが生まれないようにする。でも命ってそういうものじゃないと思うんですね。命というのは相対的なものじゃなくて、命というのは、その、もうね、結婚してないから、いらないとか、もう子供が十分たくさんいるからいらないとか、そういうものじゃないということです。命というのは相対的なものじゃないんですね。命というのはどんな状況でも、その尊いという、その感覚はみんな知ってると思います。頭で知ってますね。頭で命は大事だということを知っています。でも実際、現実にそれを実行していないということですね。また、それを認識していない。結局ですね、罪の本質がそこにあると思いますね。みんな結局ですね、例えば人種差別しちゃいけないと。多くの人は知ってますよね。多くの人は人差別しちゃいけないと知っています。ちょっと皆さん、手を挙げてくださいね。人種差別は良くないと思う人は手を挙げてください。ね、人種差別をしちゃいけないという思う人は手を挙げてください。人種差別は良くない。ね、人種差別は良くないと思う人は手を挙げてください。
そうですよね。国籍、人種で差別しちゃいけないってことはよくないね。じゃあ聞きますよ、韓国、中国が嫌いな人手を挙げてください。韓国、中国が嫌いな人、韓国、中国が嫌いな人、ね、ニコ玉にたくさんいます。ということは皆さん矛盾してるということですね。頭ではね、人種差別は良くない、頭ではね、国籍で差別しちゃいけないと言いながら、頭では思いながら、でも実際には、中国韓国嫌いというのはそこに矛盾があるわけですね。それが罪なんですね。罪というのは、ね、罪というのは正しいことを言ってても、ね、正しいことを言っても心の中でそういう嫌い、韓国が嫌い、中国が嫌いというのは、矛盾があるということです。そして、みんな命が大事だとみんな言いますよね。皆さん、人間の命は大事ですよね。じゃあ、もう一度いきましょう。人間の命がとても大事。何が何でも人間の命は大事だと思う人、手を挙げてください。人間の命は何が何でも大事だと思う人、手を挙げてください。みんな賛成しますよね。人間の命は大事だ。だとすればですね、皆さん、場合によって中絶するということはね、中絶するということは矛盾するということです。わかります？場合によっては中絶していいということは、その命がとてもとても大事だということと矛盾するわけです、ね、だから命が大事だというなら、本当に人間の命が大事だというなら、どんな状況でも大事だということですね、どんな状況でも、中絶してはいけない、むしろもう命がけで例えばですね、よく言いますよね、私ね、溺れてる人を救うときに飛び込んで命がけで救う、駅でですね、ホームから落ちた人を命がけで救う、あるじゃないですか。つまり命を守るためにこう命がけで救う、命を守るために命がけで救う、まあ、これが本来の命が大事だということの表れですよね。だとするならば、どんな時でも中絶してはいけない、ね、どんな時でも中絶してはいけない、その命を愛おしむ、命を愛おしむ、それが正しいと思いませんか。ですから私たちは罪というのは、この本音と建前が違うということですね。その本音が、ね、結局建前はね、建前は命が大事、差別はダメ、ね、健康が大事、人を愛することは大事、ね、人を愛することは大事ってみんな建前では言いますよ。建前ではそう言います。でも本音はどうかということです。本当に本音で人を愛しているのか、人の命をどんな時でも人の命が大事だと思っているのか、本当に差別しているかどうか、ね、みんな平和が大事だと考えますよね。平和はとても必要だ、平和を大事だとみんな言います。でももし皆さんが誰かを憎んでたら、誰かを嫌ってたら、もうそれは矛盾だということです。わかります？皆さんがもし誰かを憎んでる、誰かを嫌ってる、もうそれはですね、平和が大事だということと矛盾するんですよ。皆さんわかります？本音と建前が違うんです。本音と建前が違うんです。もし皆さんが本当に平和が大事だ、平和が大事だと言うならば、人を憎んではいけないわけです。
人を嫌ってはいけないんです。わかりますか？この中絶の問題はすごく深い問題ですが、大事な問題です。皆さんがその真理を知ってほしいんですね。真理を知ってほしい。ヒットさん、求めをそうすれば与えられる。はい。はるきさん、ゴキブリとクモが嫌いなのは動物差別だと思います。人間の差別と動物の差別は違いますね。聖書によると、動物は、ね、殺して食べていいと書いてありますね。だから人間は殺しちゃいけないんです。人間は当然殺してはいけない。しかし動物は殺して食べていいんです。考えてください。人間の食べ物はほとんど生き物じゃないですか、ね。植物だとしても、果物だとしても、動物だとしても、生き物を殺して食べる。人間の食べ物はほとんど生き物ですね。だから生き物を殺してはいけないというならば、食べるものがなくなっちゃうわけです。聖書が言っているのは、人間は殺してはいけない。人間は殺してはいけない。しかし、植物、動物は人間のために、与えたと書いてあります。だから、動物を、もちろんね、この、動物を、この、不必要に扱うのはもちろんよくありません。私たち、ね、動物も神様が、作られた存在、神様が与えてくださった存在ですから、そういう意味で神様の御心に沿うように動物を管理しなければなりません。創世記一章にですね、人間はこの地球を管理するために、この人間にその管理を与えたと書いてあります。私たちはこの被造物を管理するために管理する責任があるということです。つまり動物や植物を管理する仕事があるということですね。人間を殺してはいけない理由ですか？人間を殺してはいけない。人間は神様に似せて作られたからですね。神をね、殺すということと、ね、要するに神に敵対するということと人間を殺すということがオーバーラップしているわけです。つまり人を憎むとか人を殺すということは神様に逆らうということと言えるでしょう。ですから、胎児を殺すというのは神の御心に反するわけです。神様は人間を愛していて、人間を尊んでくださっているわけです。神様が尊んでいる胎児を殺すことはものすごく神様の心を傷つけます。考えてください、皆さん。例えばですね、もしですね、お腹の中の赤ちゃん、ね、流産して死ぬことがあります。胎児が流産した場合は、その、母親はものすごく悲しみます、ね。両親は。胎児が死んだことによってすごく悲しみます。それと同じなんです。神様も、流産した親のように、流産した女性のように、神様は、胎児が死ぬことを悲しみます。だから、中絶というのはね、例えばですね、子供をですね、本当にもう喜んでる、妊娠したことを喜んでる夫婦にとってはね、胎児を本当に、愛しているわけですよね。健康に生まれてほしいと思うわけです。それはですね、神様がそういう気持ちだということ。神様が
その胎児を愛し健康に生まれてほしいということですね。そういうわけで皆さん、本当に大事なのは命が大事だということは誰でもわかります。本当に大事なことはお金じゃない。命が大事だということはわかります。子供が病気ならば、ね、もう何百万、何千万かけても、その子供の病気を治そうと思うじゃないですか。それほど命って大事だとみんなは知っているわけです。ね、みんな知っているわけです。しかし、命が大事だ。自分の命は大事だけど、人の命はね、人の命は関係ないっておかしいでしょ。自分の命が大事なら、ね、胎児の命も大事なわけです。命というのは、どの人の命も大事なんです。だから、自分の命だけ大事、自分の子供だけ大事というのは正しくないわけですね。桃花さん、幼児虐待、動物虐待、お腹の子を下ろす。人は弱い者に対して命を軽んじ、すぐいじめ、殺します。とても神様はこのことに対して悲しんでると思います。そうですね。私たちは、イエス・キリストを信じるというのは、そういう自己中心的な考え方から解放されるということです。罪人というのは、ね、自己中心的に考える。自分さえ良ければいい。自分さえ良ければいい。それが罪なんです。そして神様の心を考えない。神様がどう思うか。神様が傷ついてるか。神様が喜んでるか。そういうことを考えないことが罪です。まあ、人のことも考えないし、神様のことも考えない。自分のことしか考えない。これが罪です。ね。だから、中絶っていうのは、その赤ちゃんのことよりも自分のことを優先して、その赤ちゃんがどう思うか、赤ちゃんの命があろうとなかろうと関係ない。自分が都合が良ければいい。ね、命がけでその赤ちゃんを助けよう。あ、梅の子さん、おはようございます。命がけでその赤ちゃんの命を守ろうという、そういう思いがないわけです。でも、皆さん、十字架というのはイエス様が私たちが死なないように、私たちが永遠の命を持つようにイエス様が命を捨ててくれた。イエス様が私たちが命を得るように、命を得るようにイエス様はご自身の命を捨ててくれた。それが十字架です。それが十字架です。皆さん、十字架はまさに神の愛なんです。十字架は神様の愛。だから私たちも、イエス様のように、ね、自分の命をかけて、人の命を守らなければなりません。ですから、プロライフというのはまさにそういうことです。プロライフというのは、私たちは、どんな赤ちゃんも、どんな胎児も、ね、生きてほしい。どんな胎児も死んでほしくない。どんな胎児も、尊いんだ。ということを、まあ、訴えているわけです。だから、ぜひ皆さん、理解してください。私たちは、自分の命だけが大事なのではなくて、どんな人の命も大事であり、また、人を憎んだり、嫌ったりすることは、それは御心に反する。また、それは、自己中だということですね。人を憎む、人を嫌うということは自己中だということです。皆さん分かりましたか？自分のことしか考えないということは自己中で、ね、それが罪だということです。中絶は罪の本質を教えてくれます。罪の本質を教えてくれます。私たちは、自分中心。自分のことを考え、神様のことを考えない、人のことを考えない。しかしそれは、ね、
頭では分かってても、頭では分かってるけど実際に実行できない、そこに罪の束縛があるんです。ああ私は分かってるけどできない、ああ私は分かってるけど差別してしまう、ああ分かってるけど憎んでしまう、ああ分かってるけど嫌ってしまう、その罪の呪いに気づいてほしいんです。その罪の呪いは頭だけでは解決しないんです。いくら差別はダメだ、差別はダメだと言いながら、頭では理解できますけど、ね、実際は罪の束縛でできないんです。罪の呪いがあるんです。その罪の束縛を断ち切ってくれるのがイエス様です。イエス様が初めて、イエス様が初めて私たちがそのように自己中ではなくて神様のことを考え、また隣人の人のことを考えることができるようになれるんですね。ぜひ皆さん、そういうことを知って、ああそうか、私は差別は良くない、平和が大事だと言いながら、命が大事だと言いながら、ああ私は自己中だった、自分のことしか考えなかった、そのことに気づいてほしいんです、ね。気づいてほしい。はい、それでは、アンリビさん許されますよ。アンリビさん悔い改めたら許されます。ハルキさん、聖書にはですね、殺してはいけないと書いてありますね。殺してはいけないと書いてあります。では明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああやっぱり、赤ちゃんはどんな赤ちゃんでも、ね、絶対的に、まあ、絶対的って言葉は使わない方がいいかもしれないね、どんな赤ちゃんでも、状況によって殺してはいけないんだ、状況によって殺すなんてとんでもない、どんな時でもどんな赤ちゃんでも大事なんだ。どんな赤ちゃんでもイエス様は赤ちゃんを愛して赤ちゃんを守るべきなんだ、人間の命はとても大事なんだ、神様が愛している人間、人間は、全ての人間は永遠の命を持つべきなんだ、永遠の命を持つべきなんだ。イエス様を信じて命の尊さが分かった証、イエス様を信じて自己中が良くないということが分かった証、スタート。障害者、胎児が障害者でももちろん中絶いけないんです。障害だからといってね、中絶するっていうのはまさにそれは差別ですね。差別、障害者は生きない方がいいな、とんでもないことですね。それは大変ですよ。障害者の世話は大変ですが、それ以上の価値があるということですね。春樹さん、神様が人間を殺し合うように作ったんじゃない、それ違います、神様が作ったのは罪のない人間ですね。罪のない人間を作りました。しかし後から罪が入ったんです。ゆうのさん、自分が死んだら他人を救えるなら救ってあげたい、それが伝道です。それが伝道です。ゆうのさん、伝道しましょう。に、伝道は人々に命を与えることです。永遠の命を与えることです。ともさん、自己中が良くないと分かりました。流産は神様が決めたことですか。いえいえ、神様は流産を喜びません。どうして人間を殺し合うんですか。罪が入ったんですね。アダムとエヴァが罪を犯して罪が入ったんです。タイさん、すべての赤ちゃんの永遠の命への道を絶対に奪ってはいけないと思いました。アメン、アメン。アンリビさん、リセットされたからといってノアに罪がないわけではないのですね。リセットされましたけど、
ノアとノアの家族にはやはり罪人なんですね。アレキさん、世の中のすべての行いは神の意思によるものではないのですか？いえいえいえ。世の中は今、サタンが支配していますね。人々は罪の中を生きています。セシさん、その通りです。その通りです。女性の、ね、産む産まないの権利よりも、胎児の生存権の方が優先です。命の方が優先ですね。命の方が優先です。そして、セシさんね、中絶した方が精神的にダメージを受けるんですね。精神的にダメージを受けます。ハルキさん、サタンが支配しているなら神は何をしているんですか？霊的戦いをしています。ね。霊的戦いをしています。モンコさん、どんな赤ちゃんでも命は守られるべきだと思いました。もし赤ちゃんに障害があったとしても、神様が与えてくださった尊い命です。守ってほしいです。宿った命、愛してあげてほしいのです。ですね、今胎児診断というのが、発達して、胎児のうちに障害があるかないかが分かるようになりました。多くの人は、ダウン症とかね、障害があると中絶してしまいます。でもクリスチャンはね、ダウン症であろうと、障害があろうと、産みます。赤ちゃんを産みます。なぜですか？それは命っていうのはね、この地上だけの問題じゃないんですね。命っていうのは、女性だけの問題、この人生だけの問題じゃなくて、永遠の命があります。だから障害で生まれてきても、その人がイエス様を信じたら永遠の命を受けます。だからこの障害だけ考えたら、障害があって生きるのは辛いだろう、家族も大変だろうということで中絶してしまいます。クリスチャンはそう考えません。障害で生まれてきても天国に行くなら障害が治るわけですね。ですから、永遠の命という観点、天国という永遠の命という観点を考えないと、本当の命ということが分かりません。セシさん、中絶される子供の半分は女性なんです。中絶される半分は、女性なんです。セシさん、胎児の女性を殺していいんですか？セシさん、胎児の女性を、女性の胎児を殺すことは女性蔑視になりませんか？ユノさん、お金がなければ育てることはできない。いえいえいえ、そんなことありません。お金がなくても育ちます。ね。お金がなくても教育はさせられないかもしれません。でもイエス様の教育をすればいいんですね。イエス様の教育をすれば、この世の教育が必要なのではありません。本当の教育をするべきです。ハルキさん、霊的な戦いは神様がするのではなく、私たち人間が行うのではないですか？一緒にしていますね。私たちクリスチャンがイエス様と一緒に霊的戦いをしています。お金がなくても大丈夫。お金がなくても大丈夫です。イエス様が、助けてくれます。養ってくれますね。天の父が養ってくださると書いてありますから、心配いらないんです。リボンさん、障害者の世話は大変だと思います。しかし、永遠の命、永遠の命を、ね、
受けることは永遠の喜びになります。この地上の命だけを考えると、障害者は生まれてこない方がいいと思ってしまうわけです。ですからそこに大きな問題があります。永遠の命という観点が理解してこそ、障害者も生まれてきてよかった、障害者も生きるべきなんだ、生きて生きる価値があるんだ、リュウビさんも生きる価値があるんだ、生きていいんだ、リュウビさんはこの地上ではいろんな辛いこともたくさんあったかもしれない、しかし天国に行けば永遠の喜びがあるんだ、永遠の素晴らしい世界があるんだ、だからどんな人も生きるべきなんだ、どんな人の命も大事なんだと、そう考えるべきです。アンリビさん、出産して育児放棄で里親や施設に預ける人もいますが、これは罪ではない、中絶よりもいいと思いますね。中絶よりもいいです。できれば、育児放棄しない方がいいと思います。ぼっちさん、私はアベマリア歌いません、アベマリア歌いません。でもシングハレリアっていう曲ね、シングハレリアっていう曲、あれはプロテスタントでも歌いますから、それは一緒に歌いますね。不倫関係で子供が生まれた場合どうしますか？もちろん中絶してはいけません。それはね、痛み苦しみになるかもしれませんが、でも命というのは、とても大事なんですね。とても大事なんです。ですからぜひ皆さん、なぜ命が尊いのか、なぜ命が大事なのか、多くの人はまだ命の尊さを知らないのですね。命の尊さ、どれほど命というものが尊いことなのか、大事なのか、多くの人はまだよく知らないのです、ね、よく知らないのです。はい、それでは招きをしましょう。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、命を考えてみた。命とは何だろうか。肉の命は大事だけど、もっと大事な、もっと大事な永遠の命が大事だということが分かってきた。肉の命は一時的で死んでしまうけど、この肉の命も大事だけど、もっと大事なのは永遠の命が大事なんだ。この永遠の命を肉の命が表している。肉の命が尊いなら、永遠の命はもっともっと尊い。多くの人が、永遠の命を持たないで死んでいくこと、これはとても悲劇だ。多くの人が永遠の命を持ってほしい、死んでほしくない、地獄に行って死んでほしくない、一人でも多くの人が永遠の命を持ってもらいたい。イエス様を信じて、イエス様を信じて、自己中ではなく本当に人の命を尊いと思えるようになりたい。本当に人を愛せるようになりたい。そして人に永遠の命を持ってもらいたい。自分も永遠の命が欲しい。本当の命のことが見えてきた、分かってきた、そういう方アーメンと言ってください。命がどれほど尊いのか、命が本当に大事だ、人の命が大事、どんな人の命も大事だということが見えてきた人、人を憎んだり差別したりしてはいけない、そういうことが見えてきた人アーメン。敵でさえも愛さなきゃならない。悪い人も尊いんだ、悪い人の命も大事なんだと思う人アメン。イエス様は、
右頬を打たれたら左頬を向けなさいと言いました。多くの人は殴り返すでしょう。でもその殴ってきた人の命も大事だというならば、殴ってきた人に暴力を与えたくなくなるんです。本当の愛を持つと、神の愛を持つと、自分を殴ってくる人を愛せるようになるんです。そういう観点、そういう神様の観点を持ってほしいのです。天のお父様、昨日はプロライフのマーチができました。イエス様は本当の命、本当の命を知ってほしいのです。本当の命を、尊い命は尊いんだ。神様は命ですから、神様が尊いなら神様が与える命も尊いのです。どうぞアーメンと言った方々がイエス・キリストを信じて自己中から解放され、自己中から解放され、人の命を尊べるようになりますように。人を憎んでることは良くない、人を嫌うことは良くないんだ。人は愛するべき存在なんだ。どんな人でも、障害者でも、胎児でも、悪い人でも、犯罪者でも、愛するべき存在なんだ。どんな人間も愛するべき存在なんだという、神の視点、神の愛の視点を理解できるようにしてください。そして、自分だけを愛するという、そのような罪の心から解放してください。罪をから解放してください。罪を取ってください。その自己中という罪を取ってください。自己中という罪を取ってください。私たちの罪が許されて、神の愛で生きれるようにしてください。どんな人も愛せるように、どんな人も永遠の命を持ってもらいたい。永遠の命を持ってもらいたいという気持ちを与えてください。世の中の間違った考え方、罪の世界に、神の愛の光が照らされますように。神の愛の光が照らされますように。アーメンと言った方々が、神の愛で輝きますように。神の愛で輝きますように。神の愛で輝きますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。それじゃあ、また、夜7時にお会いしましょう。それじゃあ、良い一日を、シャローム。シャローム。良い一日を、シャローム。シャローム。